はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温30度、水温26度。今日からゲスト様の人数がガクッと減って通常運行に戻ったサーフダイブです。なぜかゲスト様がいなくなるとめちゃくちゃ天気が良くなりました。風もなく快晴、ここ数週間で一番いい天気になりました。もうなんかすいません。そんな今日は石垣島の西側、大崎名倉湾エリアで遊んできました。沖を見るとグルクマの群れがいました。口を開けてプランクトンを捕食しながら泳いでいます。かなりたくさんいたので面白かったですね。キンメモドキやスカシテンジクダイの小さな幼魚がたくさん増えてきました。そんな小魚を狙ってカスミアジが何度もアタックしに来ていました。小魚たちがどんどん増えて夏らしい風景になってきましたね。大崎エリアの浅場は茜花鯉や金魚花鯛がたくさんいてめちゃくちゃ綺麗です。水深も浅いので太陽の光が出ると体の色がより綺麗に見えます。そして今日はレアもののホムラハゼちゃんも登場しました。この独特なヒレと動きの可愛さ、ハゼ好きダイバー憧れのお魚です。って顔隠れてる。ラストは名倉湾のサンゴエリア、ここもめちゃくちゃ綺麗です。サンゴもいろんな色のサンゴがあって、スズメダイたちもたくさんついています。このゴールデンウィーク期間はとっても天気が悪かったので、久しぶりに水中で太陽を見ると嬉しくなっちゃいますね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。